子供がここで痛いって言ってるんで追いかけることもできず、うん、とりあえずも腹が立つぐらいしかなかなったですね今年6月京都市内のこの場所である事故が起きた息子はバイクが突然横からやってきて前輪と前タイヤとタイヤが当たって僕ぶつかってこけたって言ってました青地さんによると事故の状況はこうだ 当時6歳の息子と共に自転車で走行していた青地さんが飲食店を過ぎる際に店から1台のバイクが出てきたという一時停止のラインでバイクは止まることなく進もうとしたため後ろにいた息子に止まるよう呼びかけたが間に合わずに息子は転倒バイクと接触はなかったとみられているが転倒した息子を救護することなく バイクはそのまま走り去ったというのだこれはその瞬間を撮影した防犯カメラの映像青地さんの自転車が通過しバイクが出てきたその直後自転車が点灯しているように見えるしかしバイクはすぐに立ち去った 映像を見るとバイクが店から歩道に出る際に一時停止しているようには見えない時間などを確認したところフードデリバリーサービスのドライバーだったことが判明したという転倒した息子は右足の甲を剥離骨折する重傷を負ったそこに泊まれって書いてあるのに。泊まらずに行って それでお父さんの顔を見たらお逃げたバイクの人は何も言うこともなく行っちゃったうん、怖かった青地さんは警察に通報し飲食店側の協力もありドライバーを特定することができたというしかしフードデリバリー会社側からは何の連絡もないというお父にかけても 個人事業主なので関係ありませんという回答をもらったとかもうまさにその状況が事故が起きてもそういうことが起きんねやってもう本当にびっくりしましたその後ドライバーと直接会うことができたがドライバー側は一時停止はした転倒とは関係ないなどと主張しているというウーバーイーツなどのフードデリバリーサービスは新型コロナの感染拡大で需要が急増 その市場規模は、今年は五千六百七十八億円に上ると見られている。そんな中、たびたび指摘されているのが。危険な運転。高速道路上を走るウーバーイーツの自転車。さらに。 一時停止を無視したとして警察官から職務質問を受けていたドライバーが逃走し乗用車と正面衝突する事故も起きている一体なぜ危険な運転が横行しているのか取材班は京都市内の交差点で様子を伺ってみることにしたすると今黒いリュックを背負った自転車あ一時停止せずに過ぎていきましたね急いで配達しないといけないのでしょうか 今も一時停止もせずにかなりのスピードで走っていきます子供の自転車でぶつかりそうになっていました一時停止などの交通ルールを守らないフードデリバリーのドライバーたちさらにあ、赤、今、今赤信号今横断歩道赤信号ですが自転車が通り過ぎていきました いつ事故が起きてもおかしくない状況。なぜ？そこまで配達を急ぐのか依頼待ちをしていた。ドライバーたちに取材班が話を聞いてみると。1日30件京都やったら行けたらいい方かなみたいな。雨の時とか。なんかクエストがあって別になんかその。 時間制限内に何件いけたらプラス何円みたいなある時あるんでそれで問わしたりとか多分焦ったり早くクリアせなあかんなっていうことは自分もありますウーバーイーツの男性が話すクエストとはクエストはウーバーイーツなどが採用するシステムで雨の日に報酬が上がる雨の日クエストや 週末に目標配達件数が設定される週末クエストなどクリアしたドライバーに追加報酬が支払われる仕組みだという1週間に何何回配達ししたたたららプラスでで円もらえまますすすみたいいなな感じですそれクリアしたいなとやってますゲーム感覚でクエストに挑戦するドライバーもいて交通ルールを守らない一員にもなっているようだ。 こうした現状についてウーバー側に問い合わせるとより早く配達することを目的としたインセンティブはありません配送件数に応じて追加で報酬が支払われる仕組みです交通安全啓発につきましては取り組みを強化していく方針ですウーバー側はクエストは 危険な運転にはつながらないなどと回答している業界最大手のウーバーイーツではこれまで警察と協力してドライバーに講習を行うなどの取り組みを行っているしかしドライバーたちからはなんか定期的にその交通安全のなんかメールとかは来るだけで,ですねそれだけですね。 始めるときになんかルール指導があったりとかそんなんはもうなかったですねどれも,もう全部自分でネットで調べて <laughs> やっていくって感じでした多分自分から講習に行かないといけないんですけどあの強制参加じゃなないいんでで行ってないんですメールなどが来るだけで交通ルールについて適切な指導は受けていないと話す,ルルいいと話すさらにこんな問題もやっぱりその事故したときに。 なんか,保険とか出るんかかなななみたいい感じでです全然説明とか何もないですウーバー側は全ドライバーが保険には加入しているとしているがそれを知らないドライバーも少なくないフードデリバリーのドライバーの多くは運営会社と雇用関係にない個人事業主となり最低賃金の規定や社会保障などの制度が適用されない。 労働問題に詳しい専門家は、こうした雇用形態も危険運転の要因だと指摘する。自分がこの配達をすれば、いくら払えるのかっていうのが明確でなかったら、やっぱり不安があると思うんですよね、これ、果たしてこんだけ配達しているのに食べていけるのかっていうところもあると思うので、フードデリバリーの配達員の人は、労働者と認めて、労働者と同様の保護を行うという対策もあり得ると。 安定しない収入に不安を抱えながら日々料理を配達するドライバーたちコロナ禍で需要が高まる今だからこそ新たなルール作りが必要ではないだろうか